はい。えっ、ー、と、では、えー、時間になりましたので、えー、ちょっとずつ始めていこうかなと思います。はい。えっ、ー、と、NRI ネットコム勉強会、えー、テックデザインスタディー、えー、シャープ値2というところで、はい。えっ、ー、と、お昼の貴重な時間に皆さん、あの、ご参加いただきありがとうございます。はい。えっ、ー、と、今回、あの、えっと、進行します。させていただきます。木曽と申します。よろしくお願いします。 えと、まあ、あの、徐々に皆様だ入ってこられる方もいらっしゃると思いますが、最初、えっ、ー、と、まあ、オープニングというところで、えー、ちょっとだけ、えー、お話しさせていただきます。はい。えっ、ー、と、本日の予定ですけれども、えー、12時から12時5分、えー、オープニングというところで、今ここに、えー、この場所ですね。このタイミングですね。はい。えー、やっております。はい。で、この後すぐ、えー、本編ですね。はい。えっ、ー、と、上野さんによる、えー、リインベントの振り返りというところを、ね、していただきますと。 で後半、えー、当社のご紹介をちょっとだけさせていただいて、えー、最後アンケートとクロージングという流れで、えー、説明させていただこうと思います。はい。えー と、まあ、あの、じゃあ、早速っていうところなんですけども、えっ、ー、と、ハッシュタグですね、まあ、ツイッターなどで、えっ、ー、と、s nncstudy というもので、えー、つぶやいていただければなと、えー、じゃんじゃんやっていただけると、えー、嬉しいなと思います。あと、質問に関しましては、えっ、ー、と、QA で、えー、QA 機能の方から、えー、投稿いただければなと思います。えー、こちら、あのー、 えっと、お名前出ない形で、我々にだけ、えっ、ー、と、質問が飛ぶ形で設定しておりますので、まあ、あの、匿名希望の方もご安心、えー、安心して、えっ、ー、と、投稿いただければなと思っております。あとはチャット機能も公開しておりますので、何かそれ以外でもありましたら、えっ、ー、と、そちらでも、えー、投げていただければな、というふうに思っております。はい。では、いやいやちょっと早いですけれども、えっ、ー、と、早速、えー、上野さんに、えー、やっていただけ、えー 相談していただこうと思っております。じゃあ、上野さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。画面もらいますね。ちょっとですね。見えてますかね。大丈夫ですよね。はい。いきます。改めまして、お昼の時間にありがとう。 ございますご飯食べている方はそのまま食べながら見ていただければいいかなと思ってます。はい。リキャップ、リインベント、ラスベガスで行われたこのリキャップいきたいと思います。この写真はですね、私、あの、リンクっていうホテルに泊まったんですけど、そのホテルから見えた観覧車の写真です。こう現地情報的に言うとここを降りて、 この左下の方に見えてるシーザーズフォーラムってとこを歩いて、ちょっと左に進むと、基調講演とかをやってるメインのベネチアに行けるんですけど、結構行きやすかったなっていう思い出です。ということで、プチ現地情報でした。はい。で、先に進みます。えー、自己紹介です。えっ、ー、と、エナとットコン上野と申します。えー、現場でこう設計とか構築、 まあ、あと社内の育成とか、エンジニアの採用とかですね。あと、アライアンスリードっていう形で、エ w ダベスさんとお話しして、教育の計画とか、案件の、あの、エダベスの案件の,あの状況、情報共有とか、そういうのもやってたりします。で、案件としては、ちょっと色つけてるんですけど、ウェブシステムのインフラとか、セキュリティ機能、 ですね。AWS アカウントのセキュリティ機能の実装とか、あとちょっとデータを分析する、そんな機能を作る、そういった案件に、あの、設計構築、まあ、要件定義から入って、こう、リリースまでこう広くやるっていうところをやっていたりします。なので、まあ、そういった観点でちょっと気になるなっていうところ、使えそうだなっていうサービスのアップデートを中心にご紹介できたらなと思います。1、ユーザー、まあ、1、 SIR として結構使ってるサービスを中心に紹介できたらなと思ってます。はい。まあ、アンバサダーっていう仕組みやってたり、コミュニティビルダーっていう仕組み、あの、にもなってたりします。あと、本は書いてるっていうところですね。はい。よろしくお願いします。で、今日お昼にやってるっていうのは、僕今、 あの、2歳と5歳の子供がいるんですけど、結構朝とか夜は忙しいので、えっと、僕のやりやすいこのお昼にやらせていただいているという形です。同じような方がいたら、はい、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい。 今日ですね、はい、まあ、リキャップなので、もちろんリインベントの情報です。基本的にアップデートがやっぱり皆さんというか、僕も含め気になるところかなと思うので、まあ、基調講演で結構いろんなバンバン新しい機能が紹介されたんですけど、そこで紹介されたアップデートの情報と、どういう流れで紹介されたのか、あと、アップデートの新しい情報だけ知っても、ちょっと何が変わって、どういう、なんでしょうね、課題に。 こう嬉しいのかっていうのが、あの、新しい情報だけ知っても分からないところも多いと思うので、どこが嬉しいのかっていうところを中心に、えー、今日はご紹介しようかなと思っています。で、あとは、基調講演でバンバン新しいアップデートが発表されるんですけど、その裏で結構、あの、実用的なアップデートが入ってたりするので、そこもいくつかピックアップしてご紹介できればなと思っています。 えー、120個ぐらいですかね。今回のリンイベントの期間でアップデートがあったんですけど、それを全部紹介することはもちろんできないので、さっき言った私が入ってる案件の観点で気になるっていうところを紹介していきたいなと思っています。で、一個逆に あの、一個一個のディープダイブってそういうところもそこまでしないので、いくつかピックアップして何が課題でどういう課題を解決するのか、こういった観点で今日説明し,こしていこうと思ってますので、はい、よろしくお願いします。リンインベント基本情報です。まあ、行かれた方も行かれてない方もいらっしゃるのかなと思います。改めてご紹介です。AWS が年に1回開催している世界規模 の学習型カンンファレンスです1週間の期間で、えー、2300個以上のセッションですね。エラブスの人とかがサービスの紹介とか事例を紹介するセッションがたくさんあって、それを1週間、えー、受け続けて学習すると、こういったイベントです。基調講演が5つ ですね、まあ。CEO だったり CTO だったりする方が喋って、その中で AWS の大きな新しいサービスとかが発表されます。参加人数は5万人以上。噂に聞くと日本人は1000人以上ぐらいですかね。はい。あの、公式な情報を知ってる方がいたら教えてください。そんなぐらいの人数と聞いてます。はい。で、やっぱすごい。 熱量ですよね。人がたくさんいて、すごい盛り上がってたなという印象でした。で、日本人もやっぱり結構いたなという印象がありました。やっぱり会場の規模ですね。はい。右上の地図があるんですけど、すごい、あの、大きいです。ホテルを何個も使って、もうバスじゃないと移動できないぐらいの距離感が会場全体としてあるというところですね。結構歩き疲れるなというイベントでした。はい。というところで中身に入っていきます。 えー、いきなりちょっとなんだっていうところから行くんですけども、こういった言葉が、えっ、ー、と、Amazon の CTO のワーナーさんの基調講演でありました。えー、日本語でいくと、一つずつ順序付けられた同期的な世界を想像してみようっていうのが、ワーナーさんの基調講演の最初の方でありました。はい。 で、それは何か、どんな感じか、ちょっとスライドを使って表現してみたんですけど、レストランがあって、人が並んでますよね、と、直列に。はい。で、お店に入りますと、ウェイターさんが来ます。で、バーガー、ハンバーガーですね。あハンバーガーわかりました。えー、フライズ、まあ、ポテト、ポテトわかりました。まあ、これを一つずつ頼むと、これは同期ときで、 で、一つずつ順調られた世界だ、という感じで、まあ、皮肉ってる感じですよね。で、オーダーが入ると、ハンバーガーを作りますと。ポテトも、これすいません。僕、うまく <laughs>、いい感じ表現できなかったんですけど、ポテトを一本一本あげると。これが動機的かつ順調付けられた世界ですと。 で、これでやっと出来上がって、あのー、料理を提供すると。これが同期的な世界だぞ、みたいな、あの、映像が流れたんですね、最初。で、まあ、普通に考えたら、現実的な世界をですね、あのー、まあ、非同期であるだろうと。人が並んでたら、席が3つあったら、3人、えっ、ー、と、席について、えー、まあ、オーダーも普通に一気に頼みますよね、ハンバーガーとポテトと。 で、まあ、あの、キッチンで作りつつ一部並行しながら、非同期でやると。で、出来上がるというところです。でまあ、非同期ってところもあるし、現実世界は、あの、イベントに満ち溢れてると。まあ、オーダーって、オーダーしますってイベントが発生したりとか、食べ終わりましたってイベントが発生したりとか、えー、料理ができました。こういったイベントが、 現実世界に満ち溢れてて、イベントドリブンでこう動いてるみたいなことかなと思います。えー、ワーナーさんもずっとこう世界は非同期であるっていうのをずっと押されてたなっていうのが、こういった話がありました。じゃあシステムはどうなんだっていうところで、同期的なシステム、こんな感じですと。 えー、まあ、ショッピングとかでオーダーをしたら、こうずっと一連で、こう同期的に流れて、処理が流れると。注文、決済、請求とい,というところですね。で、これ、こういう構成だと何が起きるかっていうと、まあ、結合度が高いので、一つ、一箇所で問題があると、それが全体繋がって、えー、影響が大きくなってしまうと。で、関連性が強くなってるので、そこの中で、ね、新しい機能を入れ込むっていうのが難しくなってくる、きますよねっていう話がありました。そ、そこで、えー 非同期なシステムを作りましょうという話ですね。はい。まあ、イベントブローカーという形で、こう、イベントを処理するものを間に用意して、えー、コンポーネント、機能間の結合度を低く、素結合にして、各コンポーネントの間の影響を少なくしていこうという話です。これをやっていくと機能のつ、機能の追加がしやすいというところですね。例えば、 えー、レポートを出したいってなったら、そのレポートっていう機能を外付け、後付けで足す形でやるので、えー、機能追加がしやすいと。で、まあ、システムも現実世界もこう動いてるんだっていう話があった。で、こういう構成を取ることでシステムは進化できるんだっていう話があったっていうところですね。はい。こういった話を、アーナーさんの基調講イ前半でされていました。はい。 でですね,ね、じゃあ作りましょうと。で、これ1個の例なんですけども、イベントドリブン移動機で AWS のサービスを活用して作るとどんな感じになるか、これはサーバーエスプレッソ、ちょっと日本語の読み方っていうか、怪しいんですけども、何かっていうと、えー、コーヒーの オーダーを、モバイルでオーダーして、注文して受け取れるってやつです。リンベントでもこれあったと、あの実際に使われてたと思います。これ全部 AWS のサービスで動いてて、サーバーレスなんですね。はい。じゃこれを見て、 ああ、簡単じゃんってなるかっていうと、そうはならないかなってやっぱりなるんですよね。一個一個の機能を見ていくと割とシンプルなんですけど、それが組み合わさって一つのアーキテクチャってなってくると、どうしてもやっぱり難しいし、まあ AWS のサービスをできるだけ活用してるんで、AWS の知識がないと、うん、ちょっと難しいなっていう印象を受けると思うんですよね。はい。難しいなというところです。特に初心者ですね。AWS を知らない方は。 どうやって始めましょうかというところで出てきたのが、アプリケーションコンポーザーというサービスです。何かっていうと、まあ、GUI ですね、この画面、左に出ている画面で、例えばラムダとか API ゲート、これをポチポチドラッグドロップで配置すると、えー、それのインフラストラクチャーのコード、 が自動でで生成されるとというところですローカルに置いてある、例えばファイルとかあ、ローカルに置いてあるファイルも自動的に同期されたりします。で、対応しているのはクラウドフォーメーションとサムですね。はい。インフラストクラクチャーズコード。まあ、今後ちょっと楽しみだなって、まあ、ここが結構目玉だったかなと僕的には思ってます。まあ、対応しているサービス数とかも、ここの左の 一応出ている程度なので、まあ、まだ少ないのかなってところなんですけど、今後ちょっと期待しているかなってところです。で、ちょっと動画を用意してきました。動きを見た方がわかりやすいと思うので、ちょっと動かします。こうやってラムダを置く。右側がローカルの VS コードですね。コードが出来上がる。で、API ゲートでラムダをつなぐと、こう、その関連する部分も勝手にコードができるというところです。で、ラムダのランタイムを Python に変えると、 右側のコードも自動的に変わるというところですね。逆もできて、えー、VS コード側はこうやって、まあ、ノード JS に戻すとやると、こう、AWS 側の設定も、こう、ノード JS に変わってると。こんな動きをするっていうところですね。 はいまあ、なので、今今のこの機能だと、ちょっとサーバーレスなアプリ作ってみたいなとか、勉強してみたいなっていう人が、ポチポチやりながら作って、あこういうコードが出来上がるんだとか、一歩目を作るところとして、活用できるのかなというところです。 はい。あと、こんな話もありました。AWS カスタマーオブセッションって考え方ありますけど、お客様の声を聞いて、えー、学んで、えー、向上すると、機能もそうやって作っているところがあるというところで、えー、はい。 ステップファンクションのディストリビューティッドマップっていう機能ができました。これは何かっていうと、すごく大きいデータを分散処理でできるように、かつ、えー、ラムダでシンプルにやりたいという声があったそうです、実際に。はい。まあ、分散処理っていうと EMR とかそういうので、既存の、これまでに AWS サービスできたりするんですけど、えー、声としてステップファンクションとラムダでやりたいというのがあったそうです。はい。 気候データは実際にこういうのを使ってやりたいってい声があったらしくて、で、そこでこういうのが出てきたというところです。はい。まあ、同時実行数ですね。もともと最大40回だったんですけど、この機能でなんと1万回に対応しているというところです。はい。で、ステップファンクションで使うと、他の AWS サービスとも、あの、簡単に呼び出せるので、えー、順序的に他の AWS サービスも活用しつつやっていくっていうのが、これは機能でやりやすくなったのかなというところですね。はい。 あと、こんな話もありました。えーパイプですね。Unix 等でコマンドをやって叩いてる方はおなじみな気もするんですけど、僕もあの、昔オンプレンスのインフラとか運用してたんで、このうやってたんですけど、はい。あのー、コマンドの出力結果を次に渡して、それをまた違うコマンドで処理する。パイプで繋いで処理を連結させるっていうところですね。はい。この考え方が紹介されて、えー、まあ、これは、 これもさっきの非同期と似てるんですけど、シンプルな処理を組み合わせて、最終的により複雑なことができて、進化もできるっていう話なんですけど、じゃあこれを AWS サービスでやりたいなってなって、えー、イベントブリッジパイプスって機能が出ましたというところですね。はい。概念はさっきのパイプ、ユニックスのパイプの概念ですと。はい。えー、AWS まだ、あれですね、イベントで言ブ分のアプリを作るときですね、例えば SKS にデータが入ったときに、それを処理して、次のラムダに渡すとか、そういったことがサービスでできるようになりました。イベントのフィルターですね、受け取ったデータの一部を例えば渡したいとか、そういったことも、このサービスの中でできるというところですね。はいまあ、プログラムコードはあまり書かなくても、こういったことができるようになったというところです。はい。 えー、こんな課題もありますと、サーバレスの開発ですね。あの、コードを書くとか、そういう課題、アーキテクチャを考えるとか、そういう課題もあるんですけど、そこのプロセスを進めるにあたって、えー、プロジェクトの管理とか、パイプラインどうしましょうとか、発生した課題、えー、リポジトリをどうしましょうとか、はい。まあ、ID もね、あの、まあ、こういうツールを使うからセットアップして、みたいな、そんな話が出てきますと。はい。こういうのを一元管理。 簡単にセットアップできるっていうところで、コードカタリストっていうサービスが発表されていました。これは画面上、コードカタリストの画面で、えー、っと、この左の画面ですね。スタートは、水はブループリントってやると、その、あらかじめ用意されてるテンプレートから、あの、ポチッと、えー、作成ができます。作成すると、リポジトリとか、あの、ソースコードのサンプルですね、初期の、とか、あの、一周を、この、 コードカタリスト上で管理できる仕組みとかですね、パイプラインとかも自動で出てきます。そのパイプラインの状況のレポート機能とか、はい。で、メンバーを招待する機能とかですね、はい。あと、ID をつないで、こう、必要なツールをインストール、セットアップする機能とか、えー、いうのが、このコードカタリストっていう一つの画面でできるようになって なんか動き的な AWS の外側ですね、ビルダー ID っていうのを使ってログインするんですけど、そっちでログインして、それを AWS アカウントとつないで、えー、プロジェクト管理をこっちでやりつつ、実際のリソースはつないだ AWS アカウントでできる、えー、そんなツールになっておりました。はい、すみません、言うの忘れたんですかあの右上にプレビューってなってるのはプレビューなので、まあ、本番利用っていうよりも、まあ、機能をまず試す程度で見ていただければいいかなというところです。はい こんな言葉もありました。シミュレートエブリシング。まあ、全てをシミュレーションしましょうというお話です。えー、なんでかっていうところですね。まあ、イノベーションは新しいことを作れるっていうのと、まあ、安全にできる。 例えばですね、あの、街のシミュレーションとかで、例えば交通整備のシミュレーションとかを現実世界でやったら危ないじゃないですか。そういうのを安全にできるのとか、トレーニングができるとか、実験がしやすいとか、あと現実世界でやると、まあ、コストかかるけど、シミュレートでこう、あんまりいろんなコストをかけずにやりましょうと。そういったところで、まあ、シミュレートをするといいよというお話がありました。はい。 で、まあ、それと合わせてですね、あの、ワナさんの基調コール最後の方で、あこんな話がありました。えー、最初にあった通り、現実世界は非同期であると。で、現実世界は壊れやすく、いいけど、対象外性が高くて、弾力性もあって、屈強であると。で、まあ、そこから学ぶべきだよね、と。で、それとシミュレーションと。そんな、あの、関連づけた話が最後の方にあったというところです。 はい。だからそこなんでしょうね。ワーナーさんの機能は結構最初から結構流れがあって、ちょっと一貫性もあってというところで結構そうですね、引き込まれるなっていう基調講演でありました。YouTube に上がっているので、ぜひ興味持たれた方はそっちの方がディープに見れると思うので見てみるといいかなと思います。はい。 で、街をシミュレーションするっていう話も出てきて、まぁ、あ、交通整備のシミュレーションとか、都市開発の時のシミュレーション、災害時の避難シミュレーションとか、えー、まあ、こういうのをシミュレーションできたら現実世界に役立つ機能ができるよねって話があって、これはワーナーさんじゃなくてアダムさんのキーノートであったんですけど、はい。まあ、ちょっと僕、ここはちょっと技術的に専門的なところじゃないんで、中身についてわからないところもあるんですけど、 まあインフラの管理、まあ、インスタンスを複数用意し、えー、っと、大きいインスタンスを用意して、まあコンピュータのリソースを食うので、それのセットアップとか管理するのが大変だよねっていう話があった上で、それをマネージドでやるシムスペースウィーバーですね。空間をシミュレーションするマネージドなサービスっていうのが出てました。結構夢があるなと思って、えー、聞いてました。まあなのでちょっと今回ピックアップしてご紹介してるんですけど、はい。えー、っとですね、なんか、 ポチってやっていくと、インスタンスが裏でこう、たくさん動いて、こう、インスタンスごとに空間を区切って、区切るんだけど、移動とかはこう、互いのインスタンスでやりつつ、シミュレートする環境をマネージュでセットアップできる。そんなサービスだそうです。はい。面白いなと思って聞いてました。はい。ここで、まあ、ちょっと話がガラッと変わるんですけど、データっていう言葉が広く、多く使われてました。特に、あの、 基調講演ですね。アダム、あの、CEO の基調講演とか、マシンラーニングの菅美さんの、えー、基調講演でもデータって言葉が多く使われてました。で、データたくさんありますと、それをどうやっていくかと。で、ガバナンスとかセキュリティ、こういった安全性をどうやって加工していくか。そんな話が多かったなというところです。こんな話がアダムさんの基調講演でもありました。CEO ですね。 はい。まあ、宇宙の話が最初にあって、まあ、宇宙にはこう数えきれない星があって、それを観察する、まあ、技術を進歩しながら調査をしてきましたっていうお話がありました。で、データも同じで日々増え続けて、その量を予測、把握することはもう難しいと。これを探索するには、ツール、えー、統合、ガバナンス、ビジュアライズが必要だよねっていう話がありました。で、まあ、 これはちょっと私がざっくり考えてる図ですね。アプリケーションからデータを登録しますと。で、ここデータ中心にあって、それを右側ですね、ETL という形でそれを処理して、機械学習に加わせたり、BI ツールで見える化をしたり、DWH 分析用のデータベースに変換して入れたりして、分析できるようにすると。この右側の話が結構ポイントだったのかなというふうに見ています。はい。まあ、活用するっていうところですね。溜まってきたデータを。はい。 AWS の言うと、まあ、各分野でいろんなサービスがありますと。まあ、データ保存するとこは特にそうですよね。あの、リレーショナルデータベースとかの RDS とか、ダイナモデービー、オブジェクトストレージの SSD とか。で、まあ、ETL だと GRUE が代表的だったり、分析だと、まあ、BI だと QUICK サイトとか、え、ありますよねと。まあ AI、AI メールはこう、政治メーカーを中心にいろんな あのサービスが出ていますというところですね。DWH だとレッドシフト、こういうのがいっぱいあります。で、えいろいろサーバーレス、去年もレッドシフトとか出てたんですけど、今年はオープンサーチがえサーバーレスオプション追加になったというところですね。はい。まあ何が嬉しいかというところはやっぱりインフラの管理ですね。サーバーレスじゃないとインスタンスの タイプ、サイズとか、ストレージのサイズとかをあらかじめ決めて管理していかなきゃいけないんですけど、そういったところがマネージドで拡張されていくので、そこの管理の負荷を下げるっていうのが、まず、あの、嬉しいポイントかなっていうところですね。サーバーレスの。はい。で、ETL の話に入ります。あんまりこう、なんでしょうね。開発、データ分析っていう仕組みを開発してないとピンとこないかもしれないんですけども、まあ、こういった形でやったりしますと、従来というか、 まあ、なんでしょうね。ノーマルなやり方でいくと、えー、SSD に入ったデータを Glue のジョブで変換して、それをまた変換して RedShift に入れるとか、一部はこう、機関データが RDS にあるので、それを一緒に取ってきたりとか、そういったことをやってるんですけど、結構大変っていうかめんどくさい部分が多くて、えっ、ー、とですね。 スクリプトをまず書かなきゃいけないですね。あの、グルー上で動く。まあ、この開発が大変ですと。で、そのスクリプトを書いたスクリプトをどうデプロイするのかとか、えー、スキーマですね。まあ、クローラーって機能を使ってこう、なんでしょうね。スキーマ、テーブルの情報を自動で読み込ませたりもできるんですけど、微妙にずれちゃったりとか、一部手動で設定したりとか、そういったことをやったりしつつ、えー、整,合で整合性ですね。なんか変な。 数字だと思ってたけど文字列入ってきたみたいな、そんなことが結構起きるので、いろんなデータが来るので、まあそういったところのチェックとか、チェック処理を入れたりとか、そういったことをやったりしますと。で、やっぱ DB だと DB 接続の設定とかですね、外部サービスだとその API の設定とか接続の設定を入れていくというところですね。まあ結構大変だし、面倒なところも多いなというところです。こういった手間をですね、あの、省いてくれるサービスがいっぱい出てたのかなと思います。 オ、えーロラゼロ ETL という言葉があったんですけれども、これはオーロラに入っているデータをレッドシフトに、えー、シームレスに、まあ、特にスクリプトとかを書かずにできる、連携できる機能というのが発表されていました。リアルタイムのデータ連携にもできると、まあ、プレビュー状態ですけども、はい、今後ちょっと期待ですね。はいえー、からの レッドシフトの自動コピーですね。ここも結構処理とか、グルーとかで書いてたりしてたんですけど、ここが自動で AWS マネージドでコピーできるっていう機能も出てたりしました。はい。えー、そうですね。データがアップロードしたら、そのイベントを検知して自動的にコピーするっていう処理も、えー、これを使ってできるようになるようです。はい。 レッドシフトインテグレーションウィズアパッチスパークですね。レッドシフトから S3 へこうデータを持ってくるときに、結構サードパーティーのコネクタを使ってそこで接続して、えー、処理をするみたいなことをやってたんですけども、えー、そこでんでしょうね。AWS マネージロで接続の管理ができるようになったりしてます。例えばグルーでジョブを作るときに、 えー、接続するときにレッドシフトって選択肢が出てきて、そのまま,まあレッドシフトを接続できるというようなところですね。はい。機能が出てます。えー、画面小さいですね。えっ、ー、と、アテナ for Apache Spark っていうのも出てました。何かっていうと、まあ、えっ、ー、と、アテナ で、S3 にあるデータに対して SQL のクエリをできる機能がまあメインなんですけども、そこに SQL 以外にこうノートブックですね。あの、Python とか PySpark の処理をアドホックにですね、好きなタイミングで書いてえ処理できるようになったというところですね。結構ですね、この データ処理のスクリプトを開発するときに、このノートブックを使って、あの、ノートブック使うと処理を書いて実行、その次の処理を書いて実行っていう形で、こう、インタラクティブ、データとインタラクティブにこう処理をえ実行してデータを見れたりするんですけども、前だとこう、ノートブックインスタンスを立ち上げて、でも起動にもなんか数分とか10分とかかかって、それを待って、じゃあ接続して、 みたいなことが、あの、課題っていうか、まあ、結構面倒だったんですけど、えっ、ー、と、これは結構、すぐに、当てながら、ピッ、ポッ、ポッ、ポチポチポチってやると、すぐにノートブックが使えて、で、課金も、あそのスパークが立ち上がって、実行した分、かかる感じなので、あんまりこ、このノートブックが上がってるとか、ノートブックを上げなきゃとか、そういったことを気にせず、えー、すぐに、アドホックにですね、こう、処理を。 開発実行できるっていうのが、これの嬉しさかなというところですね。はい。 えグルーデータクオリティっていうサービスも出てきました。これはさっきのデータの整合,整合性の話に絡むんですけど、えー、データ、入ってきたデータがルールに従ってるかっていうところですね。指定した範囲、値、数字がここからここまでなってるかとか、文字列、正規表現のこの通りに文字列が入ってるとか、そういったところをチェックして、えー、とここが違反してますよみたいのを、えー、出せるようになりましたというところです。今のところソース、対象データ S3 のみですねえ。グルーのジョブでもできるんですけど、まあ って今4まで出てるんですけど、えー、3だけだったかなに対応してる。まあ、プレビューなのでここはちょっと変わってくるところだと思うんですけど、はい、そういった状況です。まあ、ここも結構チェックに役立つところかなと思います。はい、あと、アップフローっていうサービスがあります。アップフローは何かっていうと、AWS の外のサービスのデータを AWS にうんとよりマネージドで取ってくれる。 サービスです。まあ、接続の設定とかをポチポチやるだけで、え、s a ー s のデータを取ってくれる。まあ、S3 とかに持ってこれるサービスなんですけども、その対象のサービスが増えましたと。はい。まあ、我々のあの会社でもよくて、Google Analytics ですね。あの、Google Analytics 4ですね。あの GQGA と結構データとか、結構別物なので、えー、ま、ここを対応したのはうちの会社としても嬉しいところなのかなというところですね。 はい。まあちょっと、あの、制約もあったりするので、どこまでうまくできるかは、え実際開発するときに見つつも、まあできるだけ、その、AWS マネージャーで自分たちで処理を開発せずに連携できちゃった方が簡単なので、まあこういうところには期待したいなというところですね。はい。 で、クイックサイト、まず、あ、話ちょっと変えますけど、の BI のサービスです。ここは別に新機能のページじゃなくて、えー、クイックサイトの紹介ですけども、はい。なんか、やっぱり、最近クイックサイト私も使ってるんですけど、アップデート多いなというところですね。で、去年、80、今年昨年かなあの、80機能ぐらいアップデートがあったらしいです。はい。で、Q っていうサービスがあって、英語だけだったからまだ、あの自然言語、 で質問を投げると、自然言語という、例えば英語だと、こう、英語じゃなくていいか、あの、今月の売上トップはみたいな質問を投げると、売上トップのデータを出してくれる、こんなサービスなんですけど、はい。そこのアップデートが結構ありました。はい。今までは <laughs>、えっとですね、今あるデータ、まあ、い過去から溜まってるデータに対して、 さっき言った自然言語に対する質問ができたんですけども、機械学習を使って、そのデータが将来的にどうなっていくかという予測の機能、こういった機能が出ましたというところ。あと、Y、理由のクエスチョンですね。はい。例えば売、売り上げがドンと下がっているデータがあるとしたら、それなんでって聞くとこうあ、他のデータを見ると、ここが高こ校うこう下がってますよみたいな関連するデータを合わせて表示できると。こういった機能が、えー え、出ましたという発表がありました。はい。っていうのが一応機能の紹介ですね。なので、ここまでが、やっぱりさっき言った ETL とか活用のところですね、データを外、もしくは AWS 内のデータをまとめて、見える化するために、いろんな苦労するポイントがあったんですけど、その一,一,一つ一つ、つを結構軽減して、より AWS マネージャーでやってくれる、そんなサービスがたくさんあったのかなっていう印象を、はい、受けました。 であと、ガバナンスの話ですね。はい。ちょっと一例としてあったところです。課題ですね。はい。一般的にこうデータがたくさんあるところを管理をしようとすると、まあ、誰がどのデータ、特に個人情報がとかある場合とかは、どのデータにアクセスできるかっていうのを管理者が管理しますとで。めちゃくちゃ細かく管理しちゃって、ここのデータは見えないとかやっちゃうと、利用者側が結構大変で、このデータ見たいんだけど見えないっていうふうになってしまいますと。 逆に権限を与えすぎると、あの、個人情報をなんか誰もが見れちゃうみたいな、漏洩事故につながっちゃったりとかいうところがあるので、まあ、バランス、この管理と利用のバランスが大事だよねっていうところが課題としてありますと。はい。これを解決するのが Amazon データゾーンこれもプレビューですね。はい。えー、何かっていうと、ちょっと簡単に言うと、まあ、データの場所を管理して、あなたはこのデータが見れるよ。 このデータ、えっと、あなたたちはこのデータが見れるよ、みたいな管理を AWS マネージャーで管理できるサービスです。はい。で、それ、許可した管理者が設定したデータを利用者はポータル、画面上でこうデータを見れたりとか、あとはもうちょっとこうシステム的にこうアテナ経由のクエリ、SQL クエリを実行できたりするというところですね。あと外部の、はい、そのフレイクとかのデータ、 あのサービスとかも連携しつつこう、データを管理および利用できるとこんなサービスがあの出てました。はい。で、あともう1個あるのがあの、まあ、さっきのデータ管理と絡むんですけども、マーケティング観点ですね。はい。まあ、いろんなユーザーの情報が、こう個人情報を含めですね、登録されて、それを 活用したいと。で、別にこの人たちは個人情報を見る必要がなくて、あの、まあ、逆に見せたくないと。見ないで、えー、ユーザーごとの、こう、広告とかどう分析して出していくかといったところがあるんですけど、まあ、これをうまくガバナンスっていうか不、不要な機密情報を隠しつつ分析できるには、活用していくにはどうしたらいいのかというところで、 っていうのは課題としてあって、もう一個あるのが、あの、サービスですね。えー、ユーザー複数のサービスあったりします。まあ、ショッピングサイトではこう、この情報で登録して、まあ、SNS とか、あとは、そうですね、Google Analytics とかそのサイトの閲覧情報はこっちのサービス経由で登録、この ID で登録してて、みたいなところがあって、あの、ID が微妙に変わったりとかするんですけど、同じ人なので、まあ、マーケティング的には同じ人と扱って、えー、分析っていうか、 マーケティングを出していきたいみたいな話があるんですけど、はい。これをですね。 AWS スクリーンルームっていうサービスが出て解決してくれるようになり、なる、なるぞというところですね。個人情報も保護しつつ、アクセス制御もしつつ、データの結合。これなんか将来的にって言ってましたけど、あのさっき、まあ、内容性ですかね。その複数サービス間のユーザーの情報を紐づけて、ちゃんとその人として管理できるようになる。こんな機能を、えー、出すと、出ましたというところですね。プレビュー状態です。はい。 えー、そうですね。あの、保存されているデータを特に公開とか、公開とか共有とかせずに、こう、クリーンルームからこうデータを引っ張ってきて、データ S3 にクリーンルームが出しつつ、それを分析できるようにすると。そういうサービスになるようです。ちょっとプレビューで申請制だったかなあのパ、パッとまだ触れないんで、詳細不明なとこあるんですけど、えー、目的としてはそんな感じです。そういうのが出てました。 はい。これも、ちょっとあれかな。僕もあんまりこう、こういうお客様ではまだ、あの、お会いしたことないですけど、レッドシフトのクラスターを複数用意してて、それをこうアカウント間でシェアしたい。データシェアリングって機能があるんですけど、それがレイ,クレイクフォーメーションに対応したので、え、アクセス制御ですね。このクラスターはこのアカウントにアクセスからアクセスできるよみたいなところを一つの場所で、 一元管理することができるようになりましたというところです。はい、まあ、セキュリティですねあの。いつもなんかセキュリティの話するときは、エラベスさんはトッププライオリティと最優先であるということをよくお話しされていますと。で、まあ、サービスたくさんあるので、お客さんがエラベスの理由の一つにこうセキュリティがこう充実しているというところがあるというお話をされていました。で、1個課題として出てくるのが、まあ、いろんな サービスがあって、サードパーティーはセキュリティサービスもあって、データがいろんなところにこう散らばると。これをどうですね、一元管理で分析したらいいのかというのが課題として出てきます。はい。で、これを解決するのに、セキュリティレイクというサービスが出てました。はい。オープンサイバーセキュリティスキーマフレームワークってですね、あの、一応、 何て言うんだ。共通のフォーマットですね。データとかログの。えー、そのフォーマットで一箇所に保存できるというところで、共通のフォーマットになるので、まあ、サードパーティーの分析ソリューション、共通のフォーマットなので、それに対して分析かけたり、えー、アテナで経由でも、こう、クエリをかけて分析できるようになるというところですね。はい。あの、セキュリティハブとちょっと似てるのかなと思ったんですけど、どっちかってこう、この共通のフォーマットでデータを 入れて分析できるっていうのが結構ポイント。サードパーティー、他の AWS 外のサービスも含めてできるっていうのがポイントなのかなというところです。はい。あとはですね、RTS が GuardDuty に対応したというところです。GuardDuty はですね、AWS アカウント内の脅威を検知するサービスですけど、も、ま、と、あ、もと VPC フローログ、DNS クエリログ、クラウドトレイル、ここら辺のアカウント内の動きを見るサービスだったんですけども、S3 が2020。 ね、年に出たりとか、今年が RDS 出たと。だからデータに対するアクセスの脅威ですよね。今は RDS はこのログイン成功失敗。まあ怪しいログインしてるよみたいな検知だけなんですけど、今後どうなるかですね。データに対するこう、アクセスしてるよとか、そういうのが出てくるのかなというところですね。はい。まあなので、データセキュリティ、この観点で、やっぱりアップデートをこう、注力してる。で、注力してるってことはやっぱりお客さんからの要望も多いのかなというところですね。印象を受けました。 はい。えー、ここまでが基調講演とそこで発表されたアップデートです。まあ、他にもたくさんあるんですけど、ちょっとビジネス観点で僕が気になるところを整理しました。だから、あの、インスタンスタイプとか新しいの出てたりしたんですけど、そこにははい、ちょっと一旦フレーズ、えー、課題とビジネスか、あの、どう解決するのかっていう観点で、えー、私が気になるという観点でまとめてみました。で、その他、まあ、どっちかというと裏、 リンインベントの基調講演では発表さなかったけど、お、みたいなやつをいくつか紹介していきたいと思います。ベリファイドパーミッションっていうのが出てました。まずちょっとどんな課題があったのかというところですね。はい。えー。パーミッション、権限の管理です。写真をアップロードする仕組み、アプリケーションを考えてみますと、アリスさんがいました。写真をアップロードします。 それを友達のボブさん、右の人にシェアします。という状況です、えー。この時の権限の状態、あるべきは、アリスさんは自分の写真なので登録、閲覧、削除、これができますと。とボブさんはシェアされた写真を閲覧できる。逆に言うと、ボブさんはアリスさんの写真を削除とかはできないと。とこういった権限を。 書いていてくわけですねでこれをアプリケーションの中で実装してくると何が問題になってくるかっていうと、えー、権限ってすごく重要なので、権限どうなってますかってなったときに、このアプリケーションの中のコードを見に行かなきゃいけないと。で、なんかレギュレーション、そのルールとかが変わったときも、ここのコードをやってか変更を確認をやっていかなきゃいけないと。関西においても、 今、誰がどういうデータにアクセスできる状態ですかみたいな確認をしたいってなったときに、えー、まあコードを見に行かなきゃいけないので、結構大変だよね、みたいな課題がありました。それを外出ししましょうっていうのが、Verified Permissions ですね、はい。管理のところを外出ししましょうというところです。で、この変更履歴は、クラウドトレー a i に残るので、まあ、そういったところもマネージドで監査しやすくなるよというところです。 はい。改めてまとめ、まっえっ、ー、と、Verify t h ミ Permissions です。はい。えー、アプリケーションの外側で権限を管理していくというところですね。えー、逆に API が用意されているので、アプリケーションからこの権限をいじりに行くってことも可能になりますと。はい。監査もやりやすくなりますよねというところです。仕組み的には、あの API Gateway と、あの、Lambda Authorizer API Gateway と組み合わせて、その認証、 の状況をチェックするような仕組みがあるんですけど、それを使用して、このラムダオーサライザーが、まあ、そのプログラムの中で、Verified Permissions の権限の状態を確認していって、で、OK だったらバックエンドの API に流すとか、ダメだったらこれを返すみたいなことができるようになるというところです。あの、はい。で、権限の書き方は、この AWS が独自に開発して、 してるシーダーっていう言語を使うことになってます。まあちょっと考え方的には I am に似てるかなっていうところですね。はい。プリンシパルリソースアクションコンディション。こんなところを使って権限を書いていくというところですね、はい。似た名前、ベリファイドアクセス僕もちょっと最初2つ聞いたときに、あのー、何が違うんだっていうか、なんかどう、どういうこう分け方のかなかって。 迷ったんですけど、セッション聞いて、ああ、なるほどっていう感じにちょっとなったんですけど、はい。えっ、ー、と、こっちは、まあ、ゼロトラストっていう考え方ですね。ね、まあ、従来ネットワークでこう、セキュリティを守ってきたところを、ネットワークだけじゃなくて、ええー、まあ、デバイスとか、えー、MFA とか、そういったところで守っていきましょうっていう考え方。で、AWS もその考え方を、この AWS ゼロトラスト セキュリティプリンシプル、セキュリティ原則みたいなのを出してまして、それに基づいてこのサービスを作っていますというところです。はい。で、従来何が課題かっていうと、右上の画像のところですね。まず VPN の管理ですよね。VPN で誰がアクセスできるかみたいな管理をしつつ、デバイスにも一部ツールを入れてその管理をしたりとか、アプリケーション側でも、あのー、どっからアクセスできますみたいな管理をして、参加者で管理を してますとで、それぞれ管理者も結構違うし、大変だよねという課題がありました。で、これを一箇所にしちゃいましょうっていうのが、ベリファイドアクセスですね。はいまあ、IT の管理者がこうベリファイドアクセス c 使って、まあ、VPN もなしであの接続できるようにすると。で、きめ細やかな管理がここでできるというサービスです。 はい。同じくシーダーという言語を使用します。Verified Permissions と同じですね。はい。で、接続先としては今のところロードバランサーと、えー、ネットワークインターフェースですね。だから VPC の中に外からこう権限を管理しつつ、こうアクセスしに行けるような、そんなサービスですね。なのでちょっと、こ、パーミッションズはこうアプリを開発するために使うもので、こっちは何でしょうね。ネットワークというか AWS の中にこう、 どうきめ細やかに入って制御できるかというサービスになっているみたいです。はい。ECS サービスコネクト、ここちょっと図があれですね、たくさん書いちゃったんですけど、はい。えー、ちょっと具体的な話なんですけど、ECS、コンテナのサービスですね、使うときに、ECS のサービスって形でこうコンテナの なんだろうな、コンテナ群を管理するんですけど、サービス、例えばフロントエンドのサービスからバックエンドのサービスに繋ぐっていう時に、やり方ですね、左からサービスディスカバリーっていう機能と、まあ、間にロードバランサーを挟む真ん中のパターンと、アップメッシュ、まあサービスメッシュの機能をエラベス側で作ってこうやるというところです。ざっくり言うと左がシンプルで、右二つが結構リッチっていう感じですね。はい。で、右二つ、 特に ELB はロードバランスをまず作んなきゃいけないっていうのと、その利用量も発生したりとかするっていうところと、ミニアップメッシュは、いろいろ結構暗号化とか、トラフィックのルーティングとかできるんですけど、結構特にそうですね、初めてやる人とかはハードルが高くて、あとこう、実現したい機能に対してちょっとトゥーマッチっていうか、そこまではいらないんだけど結構頑張らないといけないなみたいなこともあって、 ま、このちょうどの間ぐらいですかね。シンプルにやりつつも、こう、オブ、あの、こう、メトリックスを出したりとか、トリックの管理とか、ある程度できるようになんないかな、みたいな話があって、サービスコネクトっていうのが新しいつなぎ方として出てきたというところですね。はい。ECS の中から設定できるので、あの、ヘルスチェックの機能ができたりとか、コネクションドレインですね。こう、停止するときに一部コネクションを保ちつつ、 機能とか、あの、モニタリングですね。あの、通常のメトリックスではな、ね、い、こう、コネクション数とかステータスコードの数をクラウドウォッチに自動で出したりとか、画面で出すダッシュボードの機能も、こう、ECS からあの設定するだけでできるというのができましたと。で、一部、そうですね、制約、まあ、ブルグリーンデプレイメントがないとか、あの、あるんですけど、 えー、まあまあで結構いいのかなっていうところですね。で、アップメッシュがなくなるかっていうとそうではなくて、アップメッシュほどこう自分たちでこういろんなことができるって間違いなくやらないので、バランスを見てあの使えばいいのかなっていうところですね。はい。VPC l a t i っていうのも出てました。はい。これはですね、えー とまあんまり僕もここまで複雑なアーキテクチャ見たことないんですけど、右上の図ですね。こっちではクバニティス動いてて、こっちではラムダが動いてて、で、別のアカウントで VPC も別で、えー、それぞれ動いてますと。それをこうつなぐタイという場合ですね、アーキテクチャ的に。はい。 で、通常だとやっぱりアカウント感とか VPC 感って結構めんどくさくて、あの、まあ、ネットワークの話がまずあるんで、トランジットゲートでつな、でつなぎましょうとか、VPC ピアリングでつなぎましょうとか、そういう話が出てくるのと、アプリケーションのこのさっきのサービスメッシュみたいな話も出てきたりとかするので、えー、大変ですと。で、それを、えぇ、ー、ま、VPC ラティスっていうのを、こう、間にこうサービスメッシュみたいな形で入って、 で、いろんなサービスに対してこう、このサービスはこのサービスに対して通信できますっていうのを一元管理して簡単にできるっていうのが、えー、この VPC ラティスっていう機能だそうです。はい。あと、RDS のブルーグリーンデプロイメント。これはリーメントい前だったかなちょっと初日か忘れたんですけど。はい、出てました。アプリケーションのリリース方式だと割とお馴染みかなと思います。ブルー、グリーン、二つの環境を リリース時に用意して、こう、カチッと切り替えるブルーグリーンという機能ですね。これがデータを含むあれですよ、もできるようになりましたと。複数グリーンっていうのを作るとデータが同期されて、えー、バチッと切り替えができるというところですね。切り替えには1分以内でこう、切り替えができるというところです。まあ、バージョンアップして両方用意してすぐ戻せるようにするとか、スキーマ変更、テーブルの情報の変更も一部、えっ、ー、と、追加的なやつかな、は、まあ、できるというところですね。はい。まあ、注意なのはまだマイスケール系の オーロラとか RDS しか対応してないのでというところです。はい。まあ、まだ、あのーな、なんだっけな。制約ですね。RDS プロキシ使ってたらできないとか、えー、クラウドフォーメーションで、こう、これをやるってことができなかったりするので、はい。まあ、必要に応じて使っていくというところですね。はい。クラウドウォッチインターネットモニターっていうところが、えー、っと、出ました。時間大丈夫かなちょっと参っていきますね。はい。インターネット側のパフォーマンスを把握できる。 機能です。あの例で紹介されてたのは、日本だとあんまないのかなこうアメリカでこの都市から遅いみたいな。この例だとラスベガスが遅いぞみたいなのが出してくれる機能ですね。はい。えっと、まあ、推奨事項としても、クラウドフロントを使えとか、あの、アメリカだとこう、US East 2じゃなくて、1の方がいいよみたいな、そんなことも出してくれるそうです。はい。 えー、クラウドウォッチログズデータ保護機能というのが出てきました。これはクレジットカードとかをっあのマスク化してくれるサービスです。右側が画面なんですけど、アドレス、まあ、これ、米国ですねとか、英語もネーム、名前なんですけど、こういうのを拾ったら、勝手にログをマスク化してくれます。で、I am で管理して、アンマスクっていう権限を持ってると複合化できるので、ここでこう複合化できる人と見れない人を管理していくということになるようです。 コントロールタワー、私もよく使ってるので書いてます。ガードレールって名前で管理してたんですけど、それはコントロールって名前になってます。あとはセキュリティハブとちょっと統合してきてて、コントロールっていう形でセキュリティハブをコントロールするあのルールですね、あの設定するんですけど、EVS が暗号化されてないよとかそういうやつですね。これをコントロールタワー経由で渡されるようになりました。で、セキュリティハブ側にこのコントロールタワーから発行された コントロールですよっていうのと、その設定したコントロールのスコアですね。どれだけ合格してるかっていうのを出せるようになりました。それに合わせてセキュリティハブのサービス自体の有効化もできるというところですね。はい。あとは予防的と検出的の2つだったんですけど、プロアクティブっていうのがつ追加されてます。これはコンフィグ側で追加されたんですけど、クラウドフォーメーションのテンプレートをデプロイするときに、えー、テンプレートの中身で NG の設定があれば、 チェックしてこうデプレイさせない。こんなルールのタイプが出てきたというところですね。はい。コントローターでも使えますというところです。えー、ラムダのインスペクター対応ですね。はい、えー。ポチッとインスペクターからやると関数で使われているライブラリとかを見て、えー、脆弱性がある。まあ、わかりやすいのって何ですかね。ログ 4j とかの、こう。 脆弱さあるやつが使われてるよみたいなのがインスペクターで出せるようになりました。えー、スキャンのタイミングは、まあ、関数をこうデプロイしたとき、更新した時ときと CV、新しいゼリアが上がってるときにこう自動でやってくれると。はい。お金は付きたいんで、こう有効してとかかっちゃうので、えっ、ー、と、ま、必要に応じてっていうところですかね。はい。まとめです。 データって言葉が多かったかなと思います。それを活用するためのアップデート。かつ、それをどう安全に扱っていくか。こんなアップデートが多かったのかなと思います。で、そこに、有効かつ安全に活用するためにはいろんな手間があるんですけど、それを負荷を下げますよっていうのが、ダ w ス側としてあったのかなと思います。で、ワナさん。 の基調講演は、まあ、非同期、イベントドリブンっていうのがキーワードとしてあって、えー、それをどうこう簡単に進められるかっていう機能が多かったのかなというところです。同じくこう手間を要は下げるっていうところかなと思います。ビジネスのこう実現に集中していきましょうっていうところがあるのかなと思いました。で、知る、アップデート、エアスアップデートを知るっていうのは、まあいいなと思ってて、まあ一個は、一番上のところは何かをこう、 仕組みを作ろうってなったときに、自分の頭の中でこう選択肢が増えるので、やっぱこういうのを知っとくだけでも、一歩目を知っとくと、二歩目、三歩目ってこうディープダイブしていけるので、まあ最初の一歩をこう広く知っていくってことはすごくいいことかなと思ってたりします。はい。で、あと AWS のサービスはお客様に対し、の声に対してこうアップデートしているところがあるので、まあ世の中的にこれが必要なんだな、みたいな。 なんか結構知ることができるので、まあそういう意味でもいいかなと思います。で、最後やっぱり面白いので知ると、リインベント参加してると、やっぱり、あの、知れば知るほど聞くのが楽しくなるので、まあそういういいことがあるかなと思いますので、はい、一緒に勉強していけたらいいのかなと思ってます。えー、一旦以上です。5分前ですね。ごめんなさい。質問の特に来てないかな。はい。 ありますかね大丈夫ですかコメントとかも、ウェルカムです。ツイッターも。特段今のところ来てなさそうですね。はい。じゃあ、1分ぐらい会社紹介しますかあちょっと待って。<laughs> 大丈夫ですか <laughs> えっと、o とか。 はい。先にちょっとアンケートの、えっと、一旦本編ここで終わります。まあ、あの、この後、えー、簡単に会社説明させていただきますが、上野さん最後までいてくださるので、えー、っと、まあ、その間に質問等ある方いらっしゃったら、えっと、まあ、えー、質問、QA なり何なり、えっと、書いていただければと思います。で、今、チャットの方にアンケートの URL を送りましたので、あの、まあ、ここまででという方は、まあ、こちらぜひ書いて、対しいただければなと思っております。はい。では、えっと、上野さん、引き続き会社紹介お願いします。 はい。すぐ終わります。えー、最後やってます。<laughs> 私と一緒にこう、新しい技術をお客様に提供して、課題を解決したいぞって方がいましたら、お声がけもしくはサイトからご連絡ください。案件もやってます。あの、実際の案件で困ってるっていう方がいらっしゃいましたら、えー、同じくサイトもしくは私まで、ツイッターでもいますので、えー、ご連絡ください。 以上です。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと画面最後もらいますね。はい。はい。う <ペー>えっと。 クロージングというところで、まあ、あの、本日はありがとうございましたと。えっ、ー、と、まあ、アンケートの URL 投げさせていただきましたけども、次回以降の参考とさせていただきたいので、え、アンケートにご協力いただけると、えー、助かります。えっ、ー、と、まあ、今回開催時間、えっ、ー、と、前回は夜だったんですけども、お昼と、えー、させていただきました。ちょっとまあ、あの、登壇者の都合もあるんですけれども、まあ、えっ、ー、と、どちらが参加しやすいかとか、まあ、あの、希望の時間帯とかもしあれば、ちょっと今後のその辺も参考にさせていただきたいなと思いますので、まあ、あの、 もしあれば書いていただけるとありがたいです。はい。えっ、ー、と、あとは、えっ、ー、と、アンケートの URL は先ほど送りましたが、まあ、一応 QR コードも付けておりますと。で、えっ、ー、と、最後の方に上野さんから、えー、相談、あ相談じゃない、アナウンスありましたけども、サイト、採用やっておりますと。まあ、あの、ホームページから、えっ、ー、と、呼びかけていただいてもいいですし、まあ、あの各、各、えー、チャンネルから、えー、上野さんに直接連絡いただいても、えー、その他の 弊社社員に連絡いただいても大丈夫ですと。あの、カジュアル面談で、もうちょっと会社のこと知りたいよという方がいらっしゃったら、あの、そちらの方も、あのー、送っていただければ、えっ、ー、と、対応させていただきますので、はい、えっ、ー、と、お気軽にお声掛けいただければと思います。はい。 はい、えー、っと、質問も来ていないようですので、本日は、えー、っと、以上とさせていただこうかなと思います。はい、お昼の貴重な時間、ありがとうございました。また、1月も後半で予定しておりますので、えー、もしご都合合合う方は、えー、ぜひご参加いただけるとありがたいです。はい、では、えー、っと、ありがとうございました。上野さんも、えー、登壇ありがとうございました。ありがとうございました。